こんにちは。こんにちは。まあ、ということでですね、はい、なんかシーズンが始まらないんですよ。いきなりですけど、まあ、どんどんちょっとね、はい、遅れていってるので、そうなんですよ。だから、開幕前に順位予想をして動画を撮ってるんですけど、はい、開幕前日に出そうと思ったら開幕しないっていうね。そうですね、とこになってて、うん、でも里崎こう思ってたんだよっていう順位予想も含めた、はい、その順位の意味とか内容も含めて喋ってるんで、はい、今日はですね、これから皆さんセリーグの順位予想、開幕しないんですけど、はい、開幕しないあなたのために順位予想を見てですね、はい、もう一喜一憂してください。スタート。どうぞ。里崎チャンネル。よっ。こんにちは。さあ、昨日に引き続き、はい、やろうと思いますが、セリーグの順位予想ね。はい。いやー、セリーグも難しいですね。難しい。絶対的なチームがいないんで。どうですか、セと、まあ、昨日パリーグの順位予想出しましたけど、うんうん、セッパ考えるのどっちが難しかったですか。いや、どっちも簡単よ。今難しいですねって言いませんでした。いや、どこが勝つのかは正直難しいけど、はい、順位予想は簡単よ。あ、作るのは簡単なんですか。そう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 、別に、はい、でこれがね、はい、競馬とか、はい、オートレースとか、はい、競輪とか、うん、だったら、はい、すごいって、はい、ってやりますよ、はい、6連単、はい、1点買いで、はい、当たるわけないやろ。何点も買わせろっていうボックスとか。そうですね。もう1回しか出せないですね、この順位予想は。そうそうそう、しかも6連単やで、はい、6連単だから、ボートレースでいうと6点走るじゃないですか、はい、それで1位から6位まで、6連単で全部当てろって言ってるようなもんですよ。当たるかっていう話。そうですね。だって1個外したら2個外しますからね。あ、そっか、1個外すとかじゃないんですもんね。はい、はい、あ、そっかそっか。いやー、でもファンは楽しみなんですよ、これが。楽しいですか、こんなの。いや、楽しい。自分の推し球団が何されてんのかなって。え、この人1位にしてくれてるみたいな。別にしてくれててもそれが1位になるか分かんないからね。分かんないけど楽しいんですって。楽しいんですか。楽しいです。その初戦予想を言って、はいはい、しかもそれに対してね、これはもう、はい、競馬の番組だと、はい、いや、あー、いい調教してんだ、あー、あるな、あ、この人なんか見てきて調教してる、あー、いい情報あるねで、はい、お金かかってるからめっちゃ決めますけど、はい、じゃあもうかかってないのに。かかってないけど、じゃあファンのためにお願いしますよ。じゃあ今日またせいやりましょうか。やりましょうか、はい、はい、じゃあ6位から6位から発表していきますか。はい、はい、はあ、じゃあいきましょう。第6位はジャカ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 ジャン、ヤクルトですね。おお、去年と一緒。そうですね、はい、はいはい、じゃあいきます。第5位、ジャカ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 ジャン、 DeNA です。ほう、じゃあ第4位はガタ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 、じゃん、阪神ですね。あ、だいぶ去年の順位となんか違うような、はい、じゃあ、ちなみに去年はね、はい、巨人、DeNA、阪神、広島、中日、ヤクルトですね、はい、去年はね、はい、じゃあ A クラスいきますよ、はい、第3位はガタ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 、じゃん、広島です。ほう、じゃあ残る2つ、第2位はダカ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 、じゃん、巨人ですね。え？ってことは第1位は中日ドラゴンズですね。おー。予想はおお、ドラゴンズですね。でも中日ファンは歓喜。歓喜。さすが、さすがじゃんみたいな。いや、これはね、はい、自慢じゃないですけど、はい、僕2016年とか、はい、7年の時の順位予想の時に、はい、まあ、その時はまあもちろんドラゴンズを最下位順位予想してるんですけど、今じゃないと、はい、その谷繁さんとか、うん、ね、井端さん、荒木とか、うん、和田さんとか、そういう森野とかね、はい、そういう一時代を築いた人たちが全員ほぼ同時期に引退して、はい、一気にチームが若返り図ってた時に、うん、今じゃないんやと、はい、まだ今年は弱いと。でも2020年あたりに多分強くなると思うって言って、その時もちゃんと言ってるんですよ、はい、僕はわざわざ探さないですけど、誰かが探してくれるはずです。あったよって、はい、言ってるんですよ、はい、それが、うん、時は来た。来ましたか。はい、今年です。
チームも熟してる。ああもう熟してます、はい、もともとずっと強い強いってね、うん、今年ももう動画で言ってきましたけど、しかも10年前の2010年も優勝してますから、はい、リーグ優勝、はい、うん、10飛びで 10年越しに、うん、10年越しのゴールデンイヤーになる可能性あるんですよ、はい、2020年、はい、うん、だから21世紀始まってからの10年刻みは勝つ可能性があるっていう、はい、へえ、もう一番のその決め手っていうのはやっぱどこですか。いや去年もオールスター際は貯金作ってるし、はい、リオダ監督に聞いてもやっぱ前半は監督初めてだったん で、はい、で前半戦のちょっと中継ぎがバタバタしたところがあっての、逆転されたりロッテにね、こう、はい、交流戦で5点ぐらい最終回取られて逆転されたりとか、はい、でそういうのがあったけど最後は岡田が守護神になったりとか、はい、まあ、藤島とか福とか、うん、まあね、ロドリゲスとか、まあ、今年はいなくなりましたけど、うん、いた時の布陣も良かったし、はい、でチーム打率は去年もセ・リーグ1位なんで、うん、で今年もアルモンテが開幕ひょっとしたらいけるんちゃうかっていうニュースもあるし、はい、まあね、いなくても福田がいるし、うん、まあ、野手はしっかり層を厚めで来てるんで、はい、まあ、キャッチャーだけがちょっとあれなのか分かんないですけど、でまあね、ちょっとロメロがちょっと肩痛めちゃってとか、はい、まあマイナスニュースもありますけど、いけるんちゃうかっていう、もうここはもう自分を信じてっていう感じで、信じてっていうか雰囲気ざっくりきましたね、雰囲気でいけるんちゃうかっていう、昨年5位から、はい、1位っていう、お大上昇、うん、あるんちゃうかっていう、おうわ、でもこの予想は本当にどうなるのか楽しみです。だから俺はね、ドラゴンズファンの皆さんは分かってると思うんですけど、はいはい、昨年のね、プロ野球ニュースの年末大忘年会っていうスペシャルが、まあ、はい、毎年あるんですけど、そこでも来年の中日は強いと思うっていう22人解説者がいる中で一人声高々に叫んでたんですよ、はい、みんなはどよめいてましたけど、またこいつ変わったこと言い出したみたいな感じで、賛同してる人一人もいなかった、いなかったです、みんなちょっと失笑でした、はい、でも、はい、あるんですよ今年は、巨人の戦力を、戦力というか、まあ、超えてくるっていう、うん、やっぱ山口の穴大きいですね、巨人は。まあ打線は、まあ外国人補強したりとか、はい、そういったところで、まあ、なんとかいけるとは思うんですけど、うん、山口の穴はでかいと思うんですよね、15歳でしたっけ、うん、そうそうそう、うん、で、サンチェス、韓国で17勝を挙げたピッチャーが、はい、まあ、オープン戦は、まあ、いいところはないんですけど、はい、でもなんかオープン戦はいつもそんな感じらしいんですよね、情報によると、はい、だから、まあ、シーズン入ったらバシッといったとしても、やっぱ中日が評価を俺の中で高いから、まあ、2位になっちゃうっていうね、これ中日がいなかったら1位よ、そうですね、まあ、そう必然的になっちゃうなっちゃうんですよ、中日がよく見えちゃうっていうね、うん、うん、で3位どこでしたっけ、広島は、まあ、昨年も、ね、月間20勝したりとかちょっと波ありすぎたんですけど、はい、まあ、今年はね、まあ、外国人の中継ぎも今いい形で来てるし、はい、森下がね先日結構回答してたから、うん、まあ、立て直しできるんちゃうかっていう、なんかめちゃくちゃいいっていう、結構ツイッターとかでもそういう情報すごい新人王いっちゃうんじゃないのっていうね、うん、でまあ田中康介が昨年ね部長で怪我でいなくなった時に、まあ、今年はリーダーシップって帰ってくると、はい、だから選手ももうガツッといけるから、はい、まあ、B クラスはないんちゃうかっていう、うん、A クラスには入ってくるんだろう、ひょっとしたら1位もあるけど、はい、まあまあやっぱり昨年のこともあるから、まあ、3位ぐらいで落ち着いておこうかなっていう、ね、うん、なるほど、まあ、A クラスには人入るだろうっていうことで3位ってことですね。そして4位が、阪神が、うん、じゃあそこがまあちょっと入れ替わる形ですね。そうですね、だから阪神やっぱり中継ぎのジョンソンがいなくなったのかな、うん、でかいかなと、はい、あとはもう外国人もね8人かな結構補強して、その選手たちの活躍次第っていうね、うん、ところはあると思うんですよね、はい、でも去年とかも勢いありましたよ阪神、最後ね、最後6連勝かな、はい、すごいね勝ってましたよね、なんかしたっていうのもあるんですけど、はい、広島がダダーって落ちたっていうのもあるし、まあ、そうか、広島が落ちたから上に行けたっていうのも、まあでも阪神が6連勝、あそこ1回でも負けてた広島上だから、うん、まあ、阪神が最後ね、ガーって見せたっていうのもあるんですけど、うん、やっぱ20勝、なんかその後20敗ぐらいした時もあるし、はい、ちょっと波が激しすぎたっていうところで、うん、まあまあ、でも広島を上に上げたら下げるしかないからね、そうですよね、必然的にね、 A クラス4つは入れられないんですよね、入れない、うん、A クラスは3だからね、そうですね、だからもうそこになっちゃうって仕方ないよ、だって上も3つ最初に決めたら下もうそこから下行くしかないから、そうですね、なっちゃうってことですね、ああ、そう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 、はい、さあそして DeNA が、まあ、去年があれだけ良かったのに、そうですね、やっぱ東がいないのと、はい、俺は中継ぎのエスコバーが出遅れるっていう情報を聞いて、うん、はい、エスコバーがいないのはかなりでかいんちゃうかっていう、うん、でまあ、外国人がね、オースティン、ソート、はい、ロペス、はい、
もう3人ひょっとしたら使うちゃうかっていうところで、うん、外のセカンド守備大丈夫かなっていう不安もあるし、はい、うん、まあ、オースティンがねもうオープン戦バカバカ打ってますけど、はい、まあだって中日とさ、あ、中日巨人広島阪神決めちゃったらさ、はい、5位しかないんだよ相手とそうですね、うん、いやもうなんか全部 A クラスに入れたいけど仕方ないんだよねみたいな。いやいや A クラスには入れないよ、だって3密しか入れないから、うん、だからもう必然的にそこになっちゃうんだよね。 なっちゃうんだよね。だから空いてないんだもんそこしか順位は。そうですね、うんうん、上から決めるっちゃうと空いてないんだもん、はい、だからこういう時って上から決めていくんですか。うんうん、一番最初に決めたのは最下位でヤクルト。そうなんですか。そこから決めるんだ、はい、もう本当申し訳ないですけど、はい、今年のプロ野球の12球団予想で、はい、一番最初に決めたのはヤクルトの最下位を。おお、まだやっぱり。あとはいろんなキャンプとかを見て、はい、だけど、うん、もう申し訳ないですよ、はい、見る前から最下位を。あ、そうです、予想は、はい、でも見ても最下位を。やっぱ分かったですか。いや、ヤクルトはね、うん、今年じゃないですよ、はい、まあ、バレンティンもいなくなって、うんうん、でまあ、ピッチャー陣もなかなか厳しいところで、うん、高橋新監督になって、はい、若手の底上げ含めて、うん、チームをもう一回立て直し、うん、っていうことを考えると、今年じゃないですよ。2000年、はい、あ、何でですか。24年ぐらいに来るね。4年後ぐらい、うん、パリのオリンピックぐらいの時に来る、はい、ヤクルトは。今のは今じゃない、熟してくる奥側とか、はい、ね、そういったところが、うん、いい感じで来る4年後に来るんですよ、はい、今じゃないです。お、今聞いてました、大予言が出ますね。だからね、はい、でもそれもうまくいってなかったらダメ。そうですね、順当に育っていけば、そうそう、中日は順当に来てるように俺には見えてるから、はい、あ、1位予想だけど、うん、ヤクルトはね、今年じゃない。今年じゃない。だからもう6位今年じゃないもん。そういう、まあ、それはね、ひょっとしたらね、真中さんの時のようにいきなり1位になる可能性は十分あるんですけど、はい、俺は今年じゃないと思ってるんだよね。だからもう6位で、それでいきなり、優勝したってなったら、それはそれでもう別に、もういいじゃん、いいじゃん、別にね、うん、別に俺はそうやって思ってるだけだから、はい、別に、俺の順位がね、はい、そのまま反映されるわけじゃないから。はい、なるほど。でもあれですね、佐藤さんのこの順位が他の解説者の方が、まあ、絶対出すじゃないですか、うんうん、それとどう違うかなっていうのを見るのもすごい楽しいんですよね。まあ、違っても別にどうとも思わないよ、俺はね。中日1位にしてるのは多分佐藤さんだけかもしれない、ね、うん、だって俺の見る目だけがあるかもわかんないしね。そうですね。それで中日本当に優勝したら本当に、あ、いや、これで俺本当に今年中日優勝したら、はい、来年から名古屋のテレビ局のどっかの番組のレギュラーにしてほしいよね、はい。いや、来るんじゃないですか。俺はだって去年まで最下位予想とかにしてるんだからね、はい、去年もう確か中日は最下位予想にしてたのね、はい、それを今年1位で強いと思うね、うん、毎年ドラゴンズを A クラスとか1位予想してる人がしててもそんなの別にね、はい、忖度働いてるじゃん、うん。絶対ね、そんなのは、はい、俺はもう忖度とか働いてないし、はい、あと、あとこれだけ言いたい、はい、よくネットとかで目にするんだけど、はい、なんか嫌いだから最下位にしてるわけじゃないっていう。そんな別に俺そのチーム好き嫌いないからね。いや、そんな人います？嫌いだから順位つける。いや、だからひょっとしたら監督のことが嫌いやからとか、人間関係でね、そういうこととか、うん、その球団にいいイメージがないとか、うん、あるかもわかんないですけど、はい、俺全く誰ものことも逆に言うと何とも思ってないからね。まあ、でも嫌いだからって言って順位をじゃあ最下位にしました、うん、別に球団にとって何も響かないですよね。そうそうそう、うん、しかも俺好きだから1位にしてるわけじゃないからね、うん、そうですね。だこれ見てね、ドラゴンズファンの人はサザキって言うんですけど、はい、去年だったらサザキゴラーって言ってボロカス言ってるのに、はい、いけないこと指示したらサザキよく見てるってなるんですよ、はい。もうまあ、そういうので楽しんでもらえればいいですけど、うん、好き嫌いで順位予想を決めてるわけじゃないっていう、わ、はい、かりました。そう思ってるからね、はいはい、だからもう特に今年万が一ドラゴンズが2020年リーグ優勝したら、もう、ま、ね、名古屋のテレビ局の皆さん、はい、ね、よく見てるってことでね、はい、なんかのレギュラー番組に、はい、使っていただければいいかなと。どうします、名古屋のテレビ局5局あるわけですよ、うん、5局全部それはもう早い者勝ちだね。早い者勝ち、早いところに行く、うん、別に遅くても時間がずれてたら関係ないじゃん、はい、俺別に専属じゃないから。そうですね、うん。
あとはまあね、はい、あの名古屋ドームでの解説ね、はい、呼んでいただければ、はい、見てますよって俺はドラゴンズのことをね当たればね、はい、だから逆に楽天とかもね、はい、あの仙台、はい、ね、俺別に忖度抜けに行っちってんだから。仙台も行きますか。それは呼ばれればね、はい、お見てますかね、テレビ局の方々。うん、そうだね、はい、まあね、どうなるか半年後だね。そうですね、半年後経ってみないと分かんないですからねそう、分かんない分かんない、はい、だからまあ皆さんもね、セリフ予想、このコメント欄書いてもらって、はい、その代わり私どこそこファンですよって必ず書いてくださいよ。そうですね、そうじゃないと、よく分かんないね、はい、感じになるんで、もうファンはファンとして公言してください、はい、あとどこのファンでなかったらそれでもいいです、はい、その時はどこのファンでもないって公言してください、はい、そうですね、それをした上で順位予想、はい、マッチして、はい、ひょっとしたらね、あなたが全順位当てる可能性もあるしね、はい、あとはまあ楽しんでね、うん、見ていきましょう、はい、はい、楽しみましょう。